国鉄153系電車とは日本国有鉄道が設計、製造した直流急行系電車である。1958年から1962年までに計630両が製造された。区波153から76最初に使用された列車にちなみ東海型電車の別名でも知られている。当初は十一系電車と称したが、百五十九年の 車両消号規定改正に伴い153軽電車となった。位置づけとしては80軽電車の近代化系ではあるが、車体や機器などは完全に一新されている。1957年に東海道本線準急東海、比例の両列車は従来の客車列車から新開発の80系電車300番台車に置き換えられ、 当時の客車急行列車を凌駕する高速運転を実現して技術面、営業面での成功を収めた。しかし8 0系3 0 0番台車は在来電車に比して内装の質的向上は図られてはいたものの基本的設備は普通列車との汎用仕様であったために長距離列車の接客設備としてはやや不十分で居住性で当時の標準的な客車や 機械55系機動車を凌駕するまでには至らなかったまた先頭車両は湘南河と通称される2枚窓による非貫通構造で中間に挟む増結運用の際には通り抜けができず隔てられた編成ごとに車掌を乗務させる必要がら業務上非効率でもあったその一方国鉄は同年に中空軸並行 カルダン駆動方式などの新技術を導入した90系通勤系電車を開発し、技術的成功を達成した。確立された新技術は、在来車に比して居住性や走行性能の向上に寄与するものであり、速やかに優等列車用電車への技術移転が図られた。その結果、準急列車用として1958年に開発されたのが本系列である。 本系列は居住制において、従来の客車列車を完全に凌駕し、電車による長距離列車運転の優位性を確立する役割の一翼を担うとともに、1960年代以降の国鉄急行系、近郊系電車における設計思想の基礎ともなった。80系300番台同様の全金属製・セミモノコック構造であるが、車体長は、 中間車で19.5メートル、車体幅を10センチメートル拡大して2.9メートルとし、車両限界に合わせそうを絞った断面形状とした。客用扉は片側1.0メートル幅の片引き戸を採用。両端にデッキを設置したにドアしようとした。図色は80系と同様なオレンジと緑の塗り分けによる湘南色であるが、 前面は80系のように2色を塗り分けずに高速運転のため警戒色としての役割を持たせたオレンジ1色とした。全面形状戦闘車の前頭部中央に貫通路を設け、戦闘車が編成中間に入った場合も通り抜け可能な構造とした。運転台前面窓は側面まで回り込んだパノラミックウィンドウとして視認性を高めた。前照灯は 屋根上から倉庫に移し、左右に大型白熱灯を一基ずつ、計二基配置した。全照灯の下には微灯を配置し、全照灯と貫通路の間にタイフォンを設置した、左右対称のデザインとした。また、貫通路上には、照明入りの大型列車種別表示器を設け、ホームで列車待ちをする利用者の利便性を測った。区波153型の1961年度以降、 製造者は、踏切事故対策として乗務員の安全性を高めるため、従来の運転台から、前面窓の縦幅を短くし、運転台を3 0 0、mm、トル高くする設計変更が実施された。ユニット窓客室側窓は後に開発された、サロ152型を除き、国鉄車両としては初めて、上段加工、下段上昇式のユニット窓を採用した。本窓は、 当時の西ドイツ国鉄客車を参考にした方式である。構造的に枠内で完結する方式の二段窓であるため、幕板内の窓袋や窓かまちの修正仕上げも不要となり、偽装や塗装が終わった車体に窓枠ユニットを外側から組み付け、塩部をコーキングするだけで試行が完了する。このため生産性、整備性が著しく向上した。 客室内独立したデッキを設置する。80K でもデッキは設置されたが、普通列車での使用を考慮していたため客室内の車端部をロングシートとしたのに対し、本系列では基本的に準急列車などの料金収受が発生する運用を前提にしており、座席は全席クロスシートとした。3等車は客車同様の対面型固定クロスシートとしたが、 車体幅が拡大されたことにより、座席も横幅が広くなり、窓側の肘掛けや線路き付きミニテーブルも設置された。通路幅は 540mm。向かい合わせのシートピッチは 1460mm で、中間車の定員は、客用扉を客車より 30cm ずつ、幅広としたため、標準的客車の定員88人より4人、少ない定員84人となる。 洗面所、トイレを、佐橋153型を除く、各車両の車端部に設置した。名目上は、準急系ではあったものの、設備内容は、当時の急行用客車と同等以上の水準に、達するものであり、当初から、急行列車での運用を視野に入れていたことが伺える。実際、本系列の後に量産された165系、451系、 471系などの新性能、急行系電車も接客設備は基本的に本系列を踏襲しており、153系は以後の国鉄急行系電車の原型である。空調については後日の冷房化改造を参照のこと。モハ90型での開発成果を生かし、システムの多くを踏襲した上で設計された。制御機。 主電動機モハ153型に搭載された CS12A 型電動カム軸多段制御機によりモハ 153K モハ 152K2 両分発機の MT46A 型主電動機を制御する 1C-8M 構成の MM ユニット方式駆動システムは歯車比を4.21とした中空軸平行カルダン駆動を採用営業運転時最高速度は 時速 110km、設計最高速度時速 130km とした。被害車親352台車、TR59 台車、DT21 系の枕羽根を、ベローズ型空気羽根に置き換えた、スイングハンガー式車体支持装置を備え、ボルスタンカーを付加した、DT24.24ATR59.59A を装着する。 終電装置新開発の高速電車用必死枠、パンタグラフである PS16 型を当初より採用。模波152型に機搭載とした。ブレーキアメリカウェスティングハウスエアブレーキ社が開発した、HSCD 発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキを基本とする SED ブレーキを採用した。百五十八年から百六十二年にかけて製造されたが、 サロ152系、サハシ153型は1961年1962年のみの製造である。また本校解説では以下の注意をされたい。区百153から516サハ153の101、冷房化改造、海盤を伴うもの、多形式や多系列への改造について記述、解説を行う。本系列での空調は、 サハシ153型のビュフェブを除き当初は、全車非冷房で扇風機が設置された。しかし優等列車冷房化計画により、1964年度から1等車で、1968年度からは2等車で、以下の容量で施行された。本改造は全車に行き渡らず、冷房装置非搭載のまま廃車となった車両も多い。 田町電車区付属編成は、通常12号車に、サハ153型が組み込まれるが、湘南準急での伊豆箱根鉄道寸ン線主前寺への入線運用では、MGCP 付けの200番台が必要とされた。また同時に一部列車で二等車連結も要求された。ことからサロ153から202.203が、新造されたが、車両受給の関係上一両は、 基本番台に搭載改造で重要となり、九百六十年に大井工場で改造が施行された。上述のサロ百五十三型200番台は、リクライニングシート化とサロ百十0系改造の種車として捻出されることからサロ百五十人が与え置き換えることになり、九百六十七年に大井工場で比例防車だった三両に MGCP を搭載する工事が施行され200番台に、 区分された。1970年に一両が追加改造されることになったが、冷房改造施行済みで、自社給電 OMG 搭載済みだったことから、CP の未搭載で落成した。このため新たに100番台の区分とされた。200番台車も1968年に冷房改造を施行されていたことから、100番台に統合された。 1975年に、サロ112型へ、格下げ改造された際には100番内の車両番号が、承継された。1975年に、追田工場で、佐橋153から11を種車に、大阪鉄道管理局の教習車に改造する以下の、工事を施行した。改造後は、無工庁運転所に配置されたが、1987年2月15日付で、 廃車。編入改造先の項目も参照されたい。1 1 3系への改造1 1 3系への編入改造を以下に示す。詳細は以下を参照。1 6 5 1 6 9系への改造区や165から1十6 5 1 6 9系に編入改造を受けたものとしては以下の各形式がある。東海道本線優等列車円格。 山陽本線優等列車遠隔、近鉄特急市近鉄線と並行する国鉄、JR 線の優等列車、東海、踊り子マリンライナー四国連絡列車遠隔も参照のこと。準急、東海、日へと湘南準急に投入されていた80、軽電車の置き換え用として、それぞれの重等用車両を、大垣電車区、宮原電車区、田町電車区に配置。 1958年11月から運用を開始する予定であったが、所要車両の落成が間に合わず初日に本系列で運転が開始されたのは東海一往復のみで、置き換え計画は以下の要領で進んだ。このため、小玉型20系の華々しいデビューとは逆にひっそりとした登場となり、宮原区に投入される車両を大垣区に貸し渡すなどの処置が取られている。 当初は以下の編成が蘇生された。1959年9月のダイヤ改正で以下の変更を実施。1960年6月ダイヤ改正では以下の変更を実施。1960年から1961年にかけては本系列に最初の大きな変化があった時期で、宇野線電化の完成した同年10月からは、大阪宇野間の四国連絡準急。 和しにも投入された。1961年3月には、サロ152系、サハシ153型が落成したために、セッツの編成変更とともに、以下の変更が実施された。さらに、同年5月6日から、東海道本線系統以外での営業運転として、田町電車区所属者から4両編成を蘇生して、上野、水上間の準急上越いでゆが、 運転開始された。同年10月のダイヤ改正で以下の変更を実施。同年12月10日からは、伊豆急行伊豆急行線開業により、田町所属者が伊豆急下田までの運用拡大と乗り入れを開始した。1962年6月のダイヤ改正では、以下の変更を実施。1963年4月には、高崎線、上越線での運用となる、雪国が、 落成した165系に置き換えられた。余剰となった車両から4両編成を蘇生して、同年暴走地区夏台屋で、中野立山間臨時準急、潮風に充当させた。1963年10月改正では、以下の変更を実施。異常時特急運用東海道新幹線開通、以前に、東京大阪間で運行されていた、特急、小玉、 ツバメは151系で運用されていたが、全車が多摩地区の配置で、大阪地区に予備車がなく、故障、事故、ダイヤの乱れによる車両運用の変更などから、やむを得ず、本系列を充当した、小玉ダイソー運転が1959年頃より1964年まで、数度実施された。第一富士脱線事故も参照のこと。 1964年10月1日の東海道新幹線開通に伴うダイヤ改正で以下の変更を実施。1965年10月のダイヤ改正では以下の変更を実施。1966年3月の料金制度改定により走行距離 100km 以上の準急列車は急行列車に格上げされた。また、駿河は急行格上げの際に 中井図に相性を変更された。1966年10月のダイヤ改正では、以下の変更を実施。1968年10月1日のダイヤ改正で以下の変更を実施。1970年10月1日のダイヤ改正で以下の変更を実施。京阪新築新快速塗装産用新幹線。 岡山暫定開業による1972年3月15日のダイヤ改正では、以下の大きな動きが実施された。1973年7月10日には、中央本線、塩尻中津川電化管制により、中央再線、篠ノ井線、新越本線の急行、木曽に往復と大糸線直通の津貝慶一往復が165系電車化されたが、編成蘇生では、 サハ153型が必要となるため、宮原電車区から7両、岡山電車区から4両の、計11両が、新両電車区に転入した。1975年3月10日、ダイヤ改正では、以下の変更を実施。1976年3月には、伊豆にも自由席を設定したことから、奥伊豆を廃止し、伊豆に統一。本系列は1970年代後半に、 入っても冷房化改造が行われていたが、一方で老朽化が始まっていた。特に、宮原区で新快速運用に投入されていた車両は、車齢と長時間の高速運転が続く過酷な、運用から老朽化が進行、並行する施設の車両と比較した、車内設備の陳腐化も否めず、1979年から新快速専用車の117軽電車を製造して、 お機会が決定した。1980年10月1日のダイヤ改正では以下の変更を実施。1981年10月1日のダイヤ改正では多町所属者の185系による地下へを開始。1982年11月15日のダイヤ改正では以下の変更を実施。一部の大垣所属者は 旧車のまましばらく留置されたが、1984年1月までに廃車となった。そして同年3月6日に、下関所属の区派153から46も派153.152から108が同月10日に、新領区所属の佐派153の218が廃車され、本系列の営業用車両は全車廃車。 1987年2月には、事業用車として残存していた、区屋153から1が廃車され、民営化を待たずに廃車となり、廃系列となった。1960年代初頭に、全区間電気機関車で牽引されていた、夜行寝台急行列車の電車化が計画された。本系列を寝台電車に改造、投入するものであったが、以下の事情により計画は破棄された。 これとは別に、東京と九州を結ぶ、寝台客車列車を電車化する案も出ていたが、機関車と客車の心臓より25%の価格上昇に対して、運転時間の短縮は、約1時間30分とコストパフォーマンスの面で折り合いがつくか疑問視され、これ以上進展することはなかった。後に、寝台電車計画は直流急行用から、高直流特急用に変更され、 1967年に581系電車で実現した。日本鉄道技術協会館ジャリア市1962年12号、寝台電車の可能性と JTB パブリッシング館、幻の国鉄車両では計画されていた車種のうち、モハネ152とサロネ153の図面が掲載されている。153系の出力強化型として、 ランチ向け平坦線区仕様の163系が計画されたが、装備は完治向け勾配線区仕様の165系に統一され、サロ163型のみの製造で打ち切られた。詳細は、国鉄165系電車163系を参照のこと。ありがとうございます。